東人墓地図東人墓は、沖縄県石垣市の観音崎にある墓地。皆、豊か2年のロバート・バウン号事件で犠牲になった、中国人クーリーの異例のため、1971年に、建立された。中国人らの死因となった事件は、ロバート・バウン号事件、石垣島東人墓事件等と呼ばれている。皆、豊か2年、中国はもういから、 カリフォルニア州へ航行中のアメリカの奴隷貿易船ロバート・バウン号内で400人の中国人を裸にし、弁髪を切り落とし、C や B の焼きごてを胸に押し当て、売り物にならない病気持ちは海に突き落として、サメに食わせたところ、奴隷にされたことを知った。中国人は暴動を起こした。クーリーは米国人船長と船員を殺して船を操縦したが、2月19日に、 石垣島の先枝村沖合で座礁し、380人の中国人クーリーが上陸した。事情を知らない、八重山の役人たちは先枝村の赤崎に収容所を設けた後、監視しやすい富崎に移して収容した。その後、離床したバウン号の報告を受けてイギリス船2隻が石垣島に来航し、3月16日に富崎の収容所を砲撃し、 さらに武装した兵士200人以上が上陸して逃走したクーリーを射殺、捕獲して白人に抵抗した見せしめにその場で100人近くを吊るし3月23日に出港した。また4月4日にはアメリカ船1隻が来航し兵士100人以上が上陸、探索を行い4月12日に引き上げた。捕獲を免れた中国人は 琉球王国に保護されたが、収容所の衛生は悪く、翌年9月29日に中国に送還された生存者は172名で、この間に病死、自殺、あるいは行方不明になった者は128名に、上った。これを弔った三百刀人墓と呼ばれる古い石積みの墓が、近年まで付近に点在しており、陶製の墓碑が八重山博物館に収蔵されている。 一般的な事件の説明は以上の通りであるが、これに対し八重山毎日新聞は、事件で英米兵士に直接殺害されたのは3人で、残りは薬病等によること、貿易船には奴隷だけではなく、中国人で稼ぎ労働者も乗船していたこと等を指摘している。墓所内名を公園の敷地内に沖縄戦で米軍捕虜が殺害された石垣島事件の慰霊碑も、 混流されている。ありがとうございます。